アクションにリアリズムが存在しないのか。振り付けをただやってるだけのダンスなんですよね。リアルアクション度を追求するならもはや自分でやらねえとな。これ以上に面白い箱はなかなかないね。警察バカかお前、繋がるわけないだろ。この状況をリアルに切り抜ければ、この経験は必ず敏郎さんの映画に魂を吹き込みます。一部始終取っとけよ。映画と現実は違うんだよ、負けたら終わり。初めましてだな。ミリタリーオタクのヤクザなんかに構ってられねえんだよ。つうかお前何者？ファンの期待に応えるのが俺の仕事だ。その道を極めることができるのが全体の 1%。 選ばれし存在。これはアクション映画じゃねえんだ。